おはようございます。おはようございます。本日ははいマイパーマとあれ唐辛子これね、結構使ったんだよ、うん、気持ち使った、ね、だいぶ使ったね。そう、この前とかね、キャンプとかもね、キャンプにも使ったし、うん、コンビニで辛麺を買って食べた時に俺結構入れたもんだ、ね、それでも減らないから、まだ今回はこれを使っています。はい、で今回はホタルイカをね、うん、買ったんだ。こんな感じで冷凍の。ああなるほどね。で今ちょっと一つ解凍してますけど、はい、でこれを使ってホタルイカのチムチを作ろうかなと。チムチだからちょっとおつまみチックな感じになったかな。これ目ん玉取る作業があるんだよ。任せろ任せろ。任せた任せた。これね、このホタルイカね、お刺身でも食べれるぐらい。あ、そうそう。そう、このお腹の中のね、寄生虫がね、うん、業務用の冷凍で、うん、しっかり4日間か1週間ぐらい凍らかしたら、うん、その後刺身で食べれるんだ。あー、なるほど。か、加熱か。じゃないと寄生虫は死なない。まあ、じゃあ早速、じゃあホタルイカの下処理、はいはい、このお目目をちょっとしてね、宝石が出てくるもんね。そうそうそう。ということでちょっと一気に食べてみましょう。両方目を取った後に最後くちばしで。そう、徳ちゃんなんか異常に早かったけど異常に汚かった記憶が。そう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 。ここからちょっと私も口になりますので。よし、じゃあ僕はここからちょっと一匹味見しますので。うまい、うまい。うまし。うまかね。うまい。あ、うまい。うまいね。うん。よっしゃ、じゃあ僕は、はい、キムチの素を、はい、作っていきたいと思います。お願いします。で、前回一回そのキムチ作った時に素を作ったんですが、はい、なんかね、ちょっと味がね、なんかちょっと違ったような気がしたから、うん、今回はちょっと追加調味料を入れつつ、うん、試し作っていこう。リンゴね、リンゴのすりおろしを使わなきゃいけないから、うん、リンゴ半分使おう。スリ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 。はい、このくらいをベタ。韓国唐辛子入れていきます。確かね、前回結構入れてよかったんだよね。だいぶ入れたもんね。よし、もう一回。よし、こんぐらいとこう。そして、今回、前回と違うのがこいつ、うん、ちょっとミキサーに細かくして、うん、ミキサーで細かくして少し入れようかな。なるほどね、唐辛子の種を。そう、やっぱちょっとピリッとベースみたいだね、うん、種が辛いって言うもんね。トマトほら、辛そうやろ。うん、ね、これやっぱちょこっとね、あー、鼻がむずむずする。じゃあ、汁元を入れていきます。はい、あー、鼻がむずむずする、やば。ほんとやね。これやばかね。じゃあ、だしの素。ここでさ、お吸い物入れたらうまそうじゃない。あーね、味、だし、チック、ね、ちょっと風味や。あーはは、やってみよう。これはね、もう木村判断。やってみよう、木村判断。出したらですね、ね、うまい。うわ、最悪や。どうした、なんかべちゃべちゃなんよ、俺。そして、塩麹、大さじ1。やっぱり倍の量今作ってるんで、大さじ2くらいいいかな。これぐらいかな。はい、ニンニク。こさん、ニンニクバサって言ってたよね。はぁ、あ、フルフェイスとかかぶったらやばかろ。さぁーって言ってた。生姜、生姜昆布で、前回はあの昆布をちぎって入れたと思うんですが、今回は塩昆布、こちらを入れていきます。こちら僕の今つまみになっている塩昆布です。そしてナンプラー、ナンプラー、ナンプラー、ナンプラー入れていきます。うわ、臭っ。よし、これでちょっと混ぜてみましょうかね。うわー、うわー、なんか
前回よりパワーアップしてるよ、かなり。いろんなのが入ってるよ。大丈夫？大丈夫？鼻がね、鼻がやばかね。アクション。アクション。あずみします。だって。うまい。ちょっと俺甘辛いのが好き。ああ、なるほどね。ちょっと待ってね。うん、ラスト終えました。あ、ありがとうございます。はい、ちょっと待って、俺これ究極のできるかも。できる？ちょっと一回あぶねえ。前回と比べ物にならん、これ。マジ？ちょっと待って、これ白菜につけたらうまいと思う。うん、うまくない？うまい、うまい。わかる？この甘い感じの、うん、でもちょっと辛い。ちょっとそれだけじゃわからん。ちょっと詰めて。よし、押してる、押してる。ちょっと味見ね。お醤油もつけて。うん、うまい。これはうまいよ。OK、下茹でしましょうか。あ、OK。じゃあ下茹で。はい、もうさっといこうかなと思って。なるほど。はい。まあもうすぐよく見るイカの火が入った色になるね。もう赤ちゃんの尻尾。それくらいしかじゃねえの。もういいかな。ね。もういいや。いい。うん、もうあんまやりすぎるとね、ギュッてちっちゃくなってさ。ね、それであとなんかね、中もなんか爆発してくもんね。うん、じゃあ揚げます。はい。ここに揚げていい？いいよ。じゃあこうやってもう一回こしますね。うん。水気を。うわあ。冷まします。はい。じゃあ冷えました。はい。じゃあちょっと和えましょうかね。特茶を混ぜて。オッケー。このホタルイカが潰れない程度に混ぜて。手を洗っとるので。お手手でいった方が多分いいね。そこから特茶の出汁。そうそう、お手手でいかんとね。白菜作った時も手で混ぜたっちゃう。ああ、そうそうそう。よかろうね。やっぱ。どうでしょう。特茶センスあるね。そうやろ。キムチ作りのね。そうやろ。こういうにね、ちょっとね、あれも入れても美味しいかもしれないね。もやし。もやし、ああ、いいね。ね。ちょっと筋があるね。ちょっと俺の元で修行してみる。いかがですか？いいですよ。朝は早いよ。朝早い。朝10時ぐらいから。10時ぐらいから。うん、えらい早かったですね。でも夕方にはもう上がっていい。昼は上がられるんですか、ね、昼はね、いいよ。あ、行こう。うん、帰りたい時帰って。ああ。うん。ここで、多分ね、2、3時間つければ。こうやったら多分一晩つけた方が美味しいんだろう、ね。ああ、なるほどね。じゃあ、移していきます。はい。あ、美味しそう。しっかりね、ちょっと圧ばかけとってた方がね、よし見るやろ。じゃあ、筋あるね。おいしょ。で、今から多分塩麹で多分発酵していくとかな、キムチ。ああ、なるほど、うん、よし、はい、完成ではないですけど、はい、これで、2、3時間置いていきましょう。はい、じゃあ、置いていきます。置いていきます。はい、2、3時間経ちました。はい、はい、開けるよ。うん、ああ、いい匂い。見た目はね、変わってないね、あんまりね。ちょっと、皿に出してみるの。うん、うん、いいんじゃ、いい感じじゃない？崩れてなくてね、身も崩れてなくて、うまそう。まあまあまあ、とりあえずこれくらい。はい、ご飯のおかずにも良さそうやね。そうね、ご飯炊き上がったね。うまそう。いただきます。いただきます。うん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 、ほんとキムチやね。あ、最初、ちょっとキムチのあれ濃いすぎたかなと思ったら後から来るね、うん、誰か。ご飯に合う、絶対合う。まあまあ辛みもついたね。ついたでしょ。今回は普通の唐辛子ばミキサーで砕いて入れたから、うん、多少の辛みはあると思うけど、ちょっとこれ取った方がいいね。うん、あんまつけすぎるとね、これの味ばっかしかせない、うん、ね。うん、うん、でもうまい。てことで、てことで、はい、今回はホタルイカのキムチでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、マジうまかったこれ。うん、ご視聴ありがとう。ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、趣味のチャンネル釣りおかハウスはこちら。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。